男子100キロ級3位決定戦銅メダルマッチになります。続いてはパンデギースとベルギー、そしてこちら白い道着チェコのクルパレクです。クルパレク選手はまだジュニア上がりの選手なので、はい、2009年の世界ジュニアチャンピオンですかね、最近、常に上位に上がってきている選手ではあるんですけれども、まあ、それに対してベテランのバンデギースト選手がどのように迎え入れるかというところがポイントになるんじゃないかなと思います。はい、20歳のクルパレクに対してバンデギーストは32歳ということで、一回り違いますが、さあここで住み返しを狙っていきます。待て、まあ、今のような形から奥襟を取った状態から、住み返し内股、はい、これらがクルパレク選手の得意とする形ですね。はい、上背はクルパレクの方がありますね。そうですね、はい、さあそしてここで技を仕掛けていこう、投げを打っていきました。今見せたバンデギースの内股ですけども、はい、この選手、まあ、相四つに対してですが左右の内股、はい、同じような形で入れるというところが、彼の特徴でもあります。はい、さあバンデギーストに対して、ここは体勢を崩されました。クルパレクです。待てが入っています。さあ身長の高いこのルーカス・クルパレク、はい、そしてバンデギーストに向かっていきますが、さあこう体勢としてはバンデギーストしっかりと両方取ってますね。そうですね、ここで内股を狙っていきますが、さあそして背中を捉えました。しかし待てです。バンデギースト選手は、2004年でしたかね、はい、アテネオリンピックでは井上康生選手も勝っているという実力者でもあります、はい、さあお互いに腰を低くして組み合いました。ちょっと足のでこうですね、こういった技が多い分、今クルパレク選手に指導が一つ来ましたね、はい、ましたね、はい、さあクルパレクに対してバンデギースト何度もこう内股の姿勢を見せますが、ここで足をかけていきましたクルパレク。さあここ崩していきます。まあ、背中を持ってくっつきたいクルパレク選手の動きをしっかり見て、はい、それに対して前に出てきたところを足で切り崩していくと、はい、さあ寝技に持ち込んでいくかバンデギースト。これできますので、あ、そして体勢を入れ替えました、はい、クルパレク。今度はクルパレクが仕掛けようとしていますが、さあバンデギーストも負けません。寝技袖車締めに行こうとしますね、あ、これは上に乗っかったクルパレク、ね、あ、しかしこうあと袖を片方の手で取りたいところなんですが、はい、上から乗っかりましたが、ここからだと、しかし決めることができると思いますので、非常に窮屈な体勢になっていますが、さあどうでしょうか。待てが入っています。我慢しました。まあ、バンデギースト選手としてはここで守りに行かないで、はい、もう一度攻めに行きたいところですけれども、この後体を反転させまして、はい、クーパレク寝技に入ろうというところでしたが、さあこれがどんどん前に出てくると思われますので、それをうまくさばこうとするとまたペナルティーがバンデギースト選手の方に来ますので、となりますと、背中を持ってどんどん寄ってきますから、はい、バンデギーストはどうするか。ここで投げを打ちたいところ、技に入りたいところではありますが、クルパレク選手のあのこの足ですね、この足を何とかして下げさせて、はい、姿勢を保ちたいところですけれども、さあそして足も得意です。巴です。待て、心得てはいるんですが、受け続けると体力も消耗してきますので、はい、ここは巴に入ろう、まあ、そして墨返しような形になりましたが、最初はちょっと足の裏がついていました。そうですね、さあそして奥襟を取っていこうというところ、そして投げ打っていく、どうだ、技ありが入りました。バンデギース選手は俺のポイントだろうということをアピールしていますが、これはクルパレク選手の内股が最後まで、はい、そうですね、クルパレク選手の内股のポイントですね、はい、技あり入りました。はい、技ありでクルパレクがまずはリードを取っています。さあバンデギースト追いかける展開になりました。追いかなきゃいけないですね、さあ頭が近いところではありますが、ここでバンデギースト投げを打っていきたい。そして一方低い姿勢のクルパレク場外に出ました。バンデギースト選手としてはこの前を持って比較的正攻法な柔道をするので、まあ、クルパレク選手のこの背中を持ったこの手ですね、はい、どうしても半身になっているこの半身の角度が使
少しきついもんですから、なかなかその技らしい技出せないというところだと思うんですけれども、クルパレック選手 の左足ですね、はい、これ 今下がってますが、さあそしてここは墨返しを狙っていきます。バンデギースト、今度はバンデギーストが墨返しを狙っていきましたが、しかしここで寝技に入ろうという構え、クルパレック。さあクルパレック、ここで返していくか。さあ上になりました。十字固め狙ってますね。十字固め狙ってますか、はい、はい、腕を取っています。右手を取っているクルパレック。バンデギーストも寝技できますので、はい、心得ていると思います、しっかりと両腕ロックしてましたね、バンデギーストは。クルパレック選手としてはああいった形で寝技の時間帯は、はい、まあ、1本取らなくても有効に時間を使って、そうですね、時間を稼ぎたいところではあると思うんですけれども、はいはい、さあ銅メダルマッチ、若いクルパレックか、それとも32歳ベルギーバンデギーストか。クルパレック選手少し引き始めましたね、背中持ってるんですけれども、はい、ちょっと相手の技を見てそれに対応するという、こうなると一発があるバンデギースはあり、ま、あ、バンデギース一発ありますから、この一発ですね、はい、内股を狙っていく。ちょっと今力なかったですけれども、今もかなり腰低い状態の中で技をかけていきました。クルパレック選手も受けに回ると、はい、そういった落とし穴があるかもしれません、さあここで寝技に入っていこうというクルパレックですが、ここは耐えるバンデギースト。さあ場外近くになっています。そしてまた腕を狙っていくか。そうですね、十字固めを狙っていこうという構え、まあ、心得ていると思います、はい、はい、さあ腕を取ろうという、はい、クルパレックが今バンデギーストに食いつきましたが、なんとか立ち上がりましたバンデギースト、残り12秒ですか、この内股その後です。クルパレック選手としてはこういった時間の使い方でいいと思います、はい、ですからこう自分で攻めてもいるし、はい、決められていなくても有効に時間は使えているという。そうですね、さあ残り時間もあとわずかになってきました、はい、銅メダルマッチ。さあクルパレク残り10秒になりました。銅メダルまで10秒になっています。さあ背中を取っていこうというバンデギースト、腰を引いていきました、はい、クルパレク指導はおそらく取られるでしょうけれども、もうその指導の有効ポイントは痛くはありませんからね。そうですね、指導が出されました。有効のポイントは入りましたけれども、これはクルパレクにとってはもう2秒前痛くは痒くはありません。もういきませんね。ここで試合終了となりました。銅メダル獲得になりました。ルーカス・クルパレク、チェコに銅メダルをもたらしています、まあ、力ある選手ですので、今後を、まあ、日本のライバルに、はい、なりうる選手だと思いますね、はい、はい、そして、まあ、バンデギーストなんですが、アテネオリンピックも経験していますし、はい、あの世界選手権は2003年の大阪大会にも出ているんですけれども、そうですね、非常にベテランの選手 で、ね、チャンスではあったんですけれども、はい、まあ、ちょっとあの内股の受け方、はい、判断を誤ったかなというところだと思います、はい、はい、勝ったのはチェコのルーカス・クルパレクです。優勢勝ちを収めています。さあこれが先ほど技で取った場面です。そうですね、この内股。